はい、こんにちは、団長です。今日はいつもの通りチャートギャラリーを使って9503の関西電力でトレードしてみたいと思います。はい、では今日も早速行ってみましょう。今日はこのあたりから。はい、時は、2003年ですね。2003年の5月の30日の金曜日です。まずは移動平均線の並び見てみましょう。下から紫、青、赤、緑ですね。このあたり綺麗にパンパカパンで行ったんですが、2000の節目ですね。ここで上げ止まってしまって、今下落してきているといった形です。大きく下落してますね。金曜日ですので、週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、やはり2000円ですね。大きな節目になっているかと思います。このあたりはサポートラインで効いてて、ここがレジスタンスですね。で、ここまたレジスタンスということで、なかなか上げきれないといったところでしょうか。移動平均線の並びは、下から青、緑、紫、赤ですね。一旦短期的に上昇してきてるんですが、やや天井かなといった雰囲気でしょうか。はい、ということになりますので、今頂点から数えますと、1、2、3、4、5、6ですね。相葉先生の9の法則でいくと7、8、9、あと3日かなといったところですが、1950円ですね、終わりにぴったし終わってますので、一旦ここはですね、ノーポジでいきたいと思います。では行きましょう。月、下がりましたね。火、怖いですね。水、木、割ってくるかもしれないですね。ここ今完全に青ですね。青の60日移動平均線にサポートされてますね。上から数えて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10といったところですね。移動平均線下落トレンドなんですが、なかなかちょっと入れられませんので、ここはですね、見送っていきたいと思います。では行きましょう。金、はい、週足見てみましょう。はい、週足です。移動平均線ですね、紫と緑がクロスはしましたが、やはりですね、2000円を頂点として下落しているといったところですね。1900円のところ、ここにあたりですね、ここのあたりにも価格の節目やはりありますので、これを割らなければもう一度上昇してもいいかなと考えております。はい、ということになりますので、やはりですね、1900円割らないところは、引き続きですね、パンパカパン復活狙っていってもいいかなと考えておりますので、下半身つくまではですね、ノーポジでいきたいと思います。では行きましょう。月、割りましたね。ここは1900円もあっさり割ってしまいましたので、どこかで入れてもいいんですが、一旦ですね、軽い上昇がないと入れられませんので、ここも見送っていきたいですね。火、水、木、1900円復活してますね。金、はい、週足見てみましょう。はい、週足です。そうですね、緑の20周移動平均線ですね、にサポートされたといったところです。そろそろ上がってもいいかなといった雰囲気ありますので、やはりですね、下半身からエントリーですね、いきましょう。月、これで一応下半身つきましたね、という形になりますので、団長は一旦ですね、打診買いからスタートしたいと思います。下から数えて1、2、3、4、5、6ですね。7、緑ブロックを食らうかもしれませんね。8、ここは危ないので、一旦撤退するようなポイントかなと思いますので、団長はですね、一旦撤退したいと思います。逆下半身つけたら、逆にですね、引き続き下落トレンドだと思いますので、売りを入れたいところでしょうか。いきましょう。木、まだですね。金、週足見てみましょう。はい、週足です。まだですね、1900円の上でのトレードとなってますので、完全なですね、下落決定といった場面ではないかと思います。少しやりづらいですね。このまま下落していくと、相葉先生のですね、逆日大の形での下落になってきましたので、ここはですね、下落したら売り目線かなと思いますね。では行きましょう。月、まだですね。火、逆下半身とは言えないんですが、ここは赤と緑の物分かれが決まりそうな雰囲気はあるかなといったところでしょうか。ちょっと危ないんですけど、そうですね。ここはもう一日見ましょう。水、やっぱり下がりましたね。これで1900円まで行ってしまいました。これを割るかどうかですね。一旦ここはですね、相葉先生の日大ですね。逆日大の形で下落すると見てですね、売りエントリー入れてみたいと思います。では行きましょう。木、金、週足見てみましょう。はい、週足です。そうですね。ちょっとやりづらい場面でしょうか。ここは赤と緑の物分かれも起こるような雰囲気もありますし、日足ベースで見ると逆にですね、赤と緑の下への物分かれというような雰囲気もあるかと思います。団長はですね、一旦ここの逆下半身ですね、を見て、売りでエントリーしてます。寄り付きが価格としては1920円ですね。で、今引けのところで1907円といった形なので、少し利益出てるところですね。
はい、紫のですね100日移動平均線に一旦刺さって帰ってきてますので、また上昇してもおかしくないかなと考えておりますが、引き続きですね継続したいと思います。いきましょう。月、割ってほしいですね。火、割らないですね。水、木、金、週足見てみましょう。はい、週足です。なかなか横ばってきているといったところですね。判断がつきにくいポイントになってきています。1900円ですね、一旦場中でですね何とか割ってるんですが、ここですね完全に紫にサポートされているような状況ですので、もしかしたら上昇してしまうかなといったところでしょうか。気づくとですね完全に紫と青の間で右往左往してますので、ハマってますね。ちょっとここは一旦撤退しておいた方がいいかなと思いますので、早期撤退したいと思いますので、一旦ですね撤退しておきたいと思います。ではノポジでいきましょう。ケツ、もったいなかったですね。割れました。これで紫割れ決定してますので、もう一度ですね打診売りしたいと思います。では行きましょう。カー、いいですね、しっかり取り返しました。水、木、ここで上から数えて 1,2,3,4,5,6,7、 まだ陰線ですので、持ちましょう。金、週足見てみましょう。はい、週足です。下げてきてはいますね。完全に下げてきてはいるんですが、なかなか、ここはですね下げようとすると下ヒゲ出てきて上に上がるといったところですので、買い圧力も大きいですね。ただし赤の移動平均線が大きく下がってきてますので、ここはもう少し持ってもいいかなと思います、上から数えて 1,2,3,4,5,6,7,8 ですね。8陰線ですので、あと1日我慢しましょう。いきましょう。月、下がってきましたね。ここで一旦 手締まいですねした方が硬いので、団長はですね一旦手締まいしたいと思います。はい、ということで紫割れでエントリーして、今ここで一旦手締まいといったところですね。引き続きノポジでいきましょう。火、水、木、金、週足見てみましょう。はい、週足です。ここは緑と赤が今クロスしましたね。少し、ここですね非常にやりにくいポイントだと思います。このラインもないですし、価格の節目もありながら上昇もしようとしているといったところですので、こういったですね完全にわからないところはあまりトレードしない方がいいかなといったところですね。唯一あるとすると、ここの頂点とここの頂点ですね、これを結んだ高値ですねのラインでいくと、ここ当たってるような気がしますね。でここももうすぐ帰ってくるような気がしますので、1900円ですね超えられずに下半身、陰線つけたらですね、これ下げトレンドと見て取ってもいいかもしれませんね。この辺りを注目していきましょう。月、これで当たってるかもしれないですね。このラインとこのラインとこのラインとこのラインですね。はい、ということで逆下半身ではないので、売りのですねエントリー入れにくいかなと思います。下から数えて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 といったところですので、下げてくるのを期待したいですね。では行きましょう。水、木、下がってきましたね。金、やっぱりこれですね完全にブロックされてますね。売りエントリー入れてもいいかなと思います。週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、移動平均線ですね、紫が少し右肩下がりになってきたかなといったところですね。サポートラインとしてしっかり効いてはいるんですが、ここをいつ割ってくるかといったところでしょうか。移動平均線ですね、上から青、紫、緑、赤ですね。紫、日足ベースで見た紫の移動平均線ですね、100日移動平均線だけが右肩上がりかなといったところです。団長は一旦ですねここは売りエントリー入れてみたいと思いますので、ここからですね売り目線でいきたいと思います。では行きましょう。月、火、水、木、金、このまま行きましょう。月、これでダメですね。上から数えて 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 そうですね、これ完全に横ばってますね。横ばいの状況になってきてまして、かつ下半身になってますので、一旦団長はですねここも撤退しておきたいなと思いますね。今日はちょっとやりにくい場所です。関西電力難しいですね。なかなかうまくはまってこないので、引き続きノーポジで様子見したいと思いますね。火、水、木、金、週足見てみましょう。はい、週足です。なかなか大きなですね変化点ないですね。青と紫の移動平均線、右肩下がりの右肩上がりで、右肩下がりの右肩上がり、こういったところですね、やっぱりやりにくいですね。移動平均線の方向が集中していないといったところですね。という形になりますので、引き続きノポジでいきましょう。月、火、
水、木相場になってきますね。木、金、月、火、水、木、金、ボックスですね。1850円と1900円の間のこの50円の間で右往左往してますので、ここは手出ししちゃダメな場所ですね。月、火、水、木、割れてきますね。1850円割れしてきてますので、今ですね気づくと逆パンパカパンになってますという形ですので、ここで入れてもよかったかもしれないですね。ここで入れるとまだボックスですので、これ割ったので、そうですね、やはりここから売りエントリーしてみたいと思います。では打診売りからいきましょう。金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと紫割ってくるかなといったところですね。上から数えて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17、 あと2週で反転するかもしれないといったところですね。なかなか難しいですね。今1850円、前の安値のところまで来ましたので、そうですね、ここで売りエントリーを入れてはいるんですが、上から数えて1,2,3,4,5,6,7,8,9,9の法則でいくとですね、一旦ここでですね売りをですね手締まいするポイントなんですが、まだ逆パンパカパンですので、ここはですね引き続き逆パンパカパンのオペレーションしたいですね。では行きましょう。月、上がりましたね。ちょっと危ないですね。これダブルボトムの雰囲気も出てきてますので、一旦団長はですねここも切っておきたいと思いますね。この売りですね、寄り付きがここですので1861円で入れて、終わりが1860円ですので、トントンとですねいった形になるかなと思いますので、一旦ここは手締まいしておきたいと思います。なんとなくダブルボトムの雰囲気ありますね。1850円をもう割らないぞといった雰囲気も醸し出してるかなと思います。では行きましょう。か、割るか。水、おお、ちょっと上がってきましたね。ここのラインでいくとこの後下落するかもしれないですね。木、金、週足見てみましょう。はい、週足です。赤の移動平均線が少し右肩上がりになってきたといったところですね。これ上昇トレンドに転換しているような雰囲気もあるかもしれません。上から数えて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ですね。もうそろそろ上がってもおかしくないかなといったところでしょうか。はい、という形になりますので、ここはですねダブルボトムとして見るとこの下半身で買いエントリー入れてもよかったかなといったところでしょうか。ちょっとですねエントリー入れ忘れてはいますが、そうですね、上昇する可能性もあると思いますので、下半身ではないんですが、買いのエントリーですね入れてみたいと思います。では行きましょう。月、火、水、木、下から数えて 1,2,3,4,5,6,7,8 ですね。9、取れました。1950円ですね、寄り付きで、1回ですね1950円まで行って、その後一旦場中大きく下げたんですが、引けで1944円まで来ているといった形ですね。ラッキーパンチですね、これは完全に。1900円を節目を抜けて一発で上がってきたといったところですね。下から数えて 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ですので、手締まってもいいかなといった雰囲気でしょうか。はい、ここはですね、今まで少しやられてたところを取り返せるような利益が出ましたので、次の陰線出たらですね手締まりしたいですね。では行きましょう。月、これで一旦利確しておきましょうという形になりますので、相場先生のですね9の法則を使って今利確したといったところですね。なかなかいい形でトレードできたかなと考えております。ではノーポジでいきましょう。水、うわ抜けた、もったいなかったですね。これはでも仕方がないですね。ここは見送っていきましょう。もう一度下落してくるところまで、下落しない、うわー一気に上昇してその後一気に下落したといったところですね。ここのあたり、そうですね、下から数えて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 やっぱり手締まいしますよね。手締まってしまって、この下半身、失礼しました、この陽線で、節目をですね抜けてますので、もう一回ここでエントリーしてしまうとここの下落は逃げれないかもしれませんので、やはりですねここでエントリーしてもここまで来てしまうような雰囲気もあるかなと考えております。はい、ではこの後少し見ていきましょう。こんな形ですね。ちょっとやりづらいですね。関西電力結構難しい銘柄かもしれませんね。相場先生の法則パターンがハマるところと、結構ですね相場が、乱高下するようなパターンがありますので、引き続きですね関西電力については、練習していきたいなと考えております。はい、以上今日は9503の関西電力でのトレードでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。